豆知識認定コーチの西村です。本日はコーチとコンサルタントさんの違いをお伝えします。コーチとコンサルタントさんとの違いは、これちょっと読んでてちゃんと書いてあったんで改めてちょっと申し上げます。28番、コーチとコンサルタントさんの違いは、コンサルタントさんは問題点や解決方法を教えてくれます。なので一度雇うとずっと雇い続けることになります。よくコーチつけたって聞いてると、なんか契約が1年間とか続いてる人いるんですよ。じっと聞いてると、それはコンサルタントであってコーチではないっていうケースもまあまああります。一方、コーチは問題点や解決方法を見えるようにしてあげることです。だからスコトーマを外してあげちゃえるので、一度コーチを受けたらもう必要とされなくなるのが宿命です。まあだから、結局いいのは自分が自分のコーチになることだって書いてあるんですけどね。コーチ真由美にとってはこれはちょっと結構大変なのです。なんでかっていうと、私コーチになってただいま11ヶ月目です。11ヶ月目で分かったこと、連続コーチングを受けてくださってるクライアントさんいらっしゃるんですけどね、4回のコーチング終わったらなんかすっきりしちゃうのですよ、クライアントの方が。そしたら、自分でどういうふうに考えればいいのか分かったっておっしゃってくださるのはいいんですけど、つまりそれはリピートになんないっていうことなので、私は新規のお客様を常に捕まえ続けなければいけないっていうことなんですよ。つまり直接関与禁止だから、こうやって宣伝して常に新規のお客様に見つけていただいて、ご指名し続けていただかないといけないっていうことなんです。わお、大変っていうお仕事がコーチです。だから YouTube でこうやって皆様にお話しするのに、コーチって仕事結構向いてんのかもしんないとかって思いました。